庁ではですね、一番最新のデータになっていて、4つの武器が選べるっていう形になってますね。やっぱあの一番特徴的だなって思ったのがこの石ですよね。おこの教会の石でもこれ正直見るからにちょっとトリッキーな感じするじゃないですか。かなり使いこなすのは難しいですけどかっこいいですね。これでも見たいっていう人もいらっしゃるんですか。コメント的にはどうですかね。ですか。でも私本当にクリアしたいんで、はい、ちょっとシンプルな感じでいきます。あらコメントを待たずに。コメントを待たずでしたね。あ、操作画面が、R… ゆうさんは最近それこそあのデモンズソウルの番組で、そうですね、デモンズソウルを特訓中ですけども、 SE とフロムソフトウェアのね、はい、その前作に当たると過言ではないという、はい、デモンズソウルをね今特訓してるんですよ私。なのであの操作も馴染みやすいんじゃないかなって思うんですけども、いかがでしょうかね。じゃあ期待できますね。そうですね、まあ、敵が現れたら、はい、右スティックを押し込むことによってロックオンできます。はい、普通に L1 ボタンを押すと武器を展開しながらの攻撃っていうのもかあのできますので、さあそうですね、この世界観かなり特徴的なんですけども、そうですね、おお、もう早速いますね。早速いますね。ロックオン、これまあL1 で R1 で攻撃。あ、今できましたコンボ。そうですね、今みたいに最後武器が展開したと思うんですけども、はい。あ、仕掛けで閉じられている。この辺で死ぬかと思ったんですけど ね。いや、さすがにそれはないですね。あれ余裕、はい、あの光ってるのはアイテムですね。なるほど、石ころ。石ころ、この石ころがですね結構重要なアイテムになるので後で使ってみましょう。これアイテムっていうのは三角でしたっけ。アイテムは四角ボタンですね。アイテムが四角、はいはい、で回復ボタンが三角ボタン。なるほど、まあ、今左上にあるのが、ヒットポイントのゲージで、その下が、いわゆるスタミナですね。はい、ずっと攻撃とかダッシュを繰り返しているとこのゲージが減ってしまいますので気をつけて。これぐるんぐるんもあできるんですね。そうです、これもスタミナが減っていくという、はい、閉じられて、結構閉じられてますね。今あの回避行動がありましたけども、敵にロックオンしている状態で、×ボタン回避行動をやるとサイドステップが入りますので、それで敵の裏を取って戦っていく、スピーディーに戦っていくっていうのが割と本作の特徴的な戦い方になってますね。サイド、あとは R2 ボタンが10なので、こういうことですね。あ、そうです、そうです、あ、ごめんなさい、そうです、10は L2 ですね。撃ってみます。おお、かなり至近距離で撃っちゃった。本作ではですね、この銃は遠距離で戦う、なんだろうな、すごく万能なものっていうのではなくて、あくまで近距離で、敵の体勢を崩すために使うっていう形ですね。これ落ちたらちょっとひとたまりもなさそう。暗い。なので、敵が攻撃を仕掛けてくるときに銃をうまいこと当てると、敵の体勢が崩れるので、その時に R1 ボタンで追撃するとですね、一撃必殺のような攻撃ができます。いわゆるパリーですね。 R2 で、あ、 L2 の銃ですね。 L2 銃で、はい、R2 は強攻撃ですね。順調っすね。ね、普通にいけそう。でこういったとはいえザコも、2,3 人に囲まれるとやられてしまうので、こういう風に敵がたくさんいるときはですね、ちょっと誰かにターゲットしてもらって、もうちょい近くかな、まだいけないですね。あ、そうですね。で四角で石ころを当てましょう。えい、おお、あ、気づいた。はい、誘い出すことができましたね。これ一人だけ、あ、そうですね、そうか、誘い出し有効ってやつですね。誘い出し有効です。はい、これで、あ、なんかこんな小学生みたいなやり方でこう誘い出すっていう、はい、石ころぶつけて、可愛らしいですね、こんな見た目なのに。結構、はい、石ころですからね、アイテム名がそろりそろり、そろりそろりと、あんまり近づくと、そうです、また石を当てて、あ、もう一体一体倒していった方がいいのかな。そうですね、できることならちょっと楽したい。まあ、この群衆もですね、そうですね、それぞれ AI があって、それぞれ動きがあるという感じなんですけども、なんかいますね、生きてる、はい、寝てます。あ、はい、生きてる。まあ、今向こう側敵がたくさんいたんで、ちょっとそうですね、迂回していきましょう。迂回、はい、あ、そのルートで、あ、上に行ける、はい、さすがにね、あそこ突っ込んじゃうといっぱいいる。おーっと、とととと、ちょっと思いのほか順調で、そうですね、
これちなみに昨日とかってこの私有された中でクリアした方とか、はい、昨日ですね、常に人がついている状態で約350名ほどの方に、プレイいただいたんですけども、はい、1名の方にクリアいただけました。350人いて1人だけでした、ね、ちょっと2人目の記念すべきね、2に記念すべき覇者として、これ落ちるかな、大丈夫かな、まあ、この辺ももう自分で判断して、ああ今そうですね、今結構攻撃食らったんですけども返り血を浴びてリゲインしたっていう形ですね。そうですね、このリゲインシステムはなんかこうやっぱりやってると生きるために殺さざるを得ないっていう、そうです、ね、死にたくなければ殺していくっていうスタイルです。でぜひちょっと10パリーを見せていただきたいですね。L2 そうですね、敵の攻撃に合わせて L2で、相手が体勢崩れたら R1 と、 R1、はい、これはじゃあ1人誘い出しますか。じゃあ行ってみますか。あ、疲れる、あっドライこれあいつが気づきましたね、気づきましたね、三角ボタンで回復しますから、ね、ちょっとやばい、なるほど、でこの右の方から、下に降りることができます。もうちょい右これであいつだけ誘い出すことってやっぱ石ころなんで降りちゃいましょう、こっちの右ですね、さらに右、はい、ちょっと怖いんで石投げます。当たらないか、当たらない石さえもこの辺で、ただ銃を持ってる敵はですね、基本遠距離、そうなんですよ、遠距離で攻撃されちゃうんだ、じゃあ意味ないじゃないですか、バレるだけっていう感じですね、余計不利な状況、あまあでも上手ですね、そうですね、まあ我々のヒントがあったとはいえなかなか順調に、これこっちで合ってるの、はい、合ってます、いい感じじゃないですか。あ、今階段戻ってもらっていいですかね。階段戻る、はい、追ってこない、ね、はい、で右の方から行きましょう、右行きましょうか、かっこいい自画自賛ですなんかいますね、でかいんですけどこれボスですよねボスでもないです、ちょっと強い雑魚的っていうぐらいですね、これはちょっとえいあーこいつぐらいまではちょっとやっつけたいですね。そうですね、こいつと戦うところまで、あ、気づかれてる、勝つとこまで見せてほしい。おお、なんかすごい、銃いってみますか、近くで敵の攻撃に合わせてっていう形ですね。銃を撃った後立ち退くときに、そうです、次をやんないと、これはそれは当てないです、すいません、石だ、石だ、やばい、あ、よろめいてますね、回復しましょうか。そうですね、スタミナ管理も重要です。敵が攻撃を仕掛けてきたときにうまく銃を当ててください。 こいつでできますか。できます、できます。10パリってやつですね。そうです、そうですね、これはこいつは割かし振りが大きいので10パリは決めやすいタイプの敵ですね、はい、L2 で R1、 はい、おいでおいで、あ、そうです、おやった、ちょっと今近かった、位置が、ただ追撃は失敗したんですけども、銃のタイミングは今ので合ってます。あのドワーンっていうパリ独特の音が、そうですね、うん、もう一回 L1 で武器を一回戻しておきましょうか、仕掛けを直して、はい、その状態でいきましょう、もう一回銃打ち込んでください、なるべく近い方が、おーっと、おもう一回、もう一回、あ、今、あ、惜しい、あ、でも普通に勝てますね、これ、頑張れ、やばい、やばい、いける、いける、もう、あ、やばい、鮮やかに、鮮やかに、まだいってる、危ない、よし、倒しましたね、今なので、もうかなり体力ギリだったんですけども、相手を切ってたんで、それでどんどん回復していって、生き延びたっていう感じですね。私が生きるためにありがとうございます。これ時間的にもう、そうなんですかね、この後まだまだすごいボスキャラ出てくるわけですよね、はい、これでこの面クリアというわけじゃなくて、はい、であれですね、このバージョンが、はい、ブースでも体験できる、はい、東京ゲームショーで、はい、ね、プレイすることができます、はい、すごいヒントになったんじゃないですかね、ぜひ、ね、プレイされる方の、デモンソウルとかね、本当やり